先輩、本当にここで間違いないんでしょうか。よみがえりの取材ですね。どうぞ、むさ苦しいところですが、入ってください。失礼します。うわ、すっごいごちそうっすね。宗太郎が帰ってきた祝いの膳でさ、よかったら一緒に食べてきんしゃい。じゃあ、お言葉に甘えまして。ま、ご一献。あ、いや、俺は飲めんとです。蘇ってから一滴も飲みたくなくなりましてね。そういう人もいるんですね。ほれ、リナ、ぼーっと立っとらんと、お客さんにお酌でもせんかね。どうですかね、最近景気は。相変わらずいまいちっすね。そうですか。仕事を探さなくてはと思ってるんですが、やっぱりこの年では厳しいですかね。
リナちゃん、ずっとお父さんのことを睨んでましたよね。記者さん、まだいたの？記者さんには関係ないでしょ。どうしても何も、あんなやつずっと死んでればよかったのよ。死んでくれて嬉しかったのに。すいません、お話聞かせていただきますか。え？わしはもう何もかもいりゃせん。息子が帰ってきてくれただけで十分じゃ。そうさの、最初市役所の人が来た。この人は全然信じておらんかった。次に政府のお役人が来た。この人たちは丁寧に話を聞いてくれた。そしてあんたらじゃ。何がすか？役人さんには何も言われておりゃせん。下手に観光令を敷いたらパニックになることを警戒してるんすかね。お母さん、取材をどうも。あの、なんでしょう。さっきあんたらで3組目と言ったが、実はおととい。黒い服を着た黒眼鏡の男たちが来ての、根掘り葉掘り聞いていったんじゃが、自分たちが来たことは他人に話すなと。おかしな話し方じゃった。先輩、どうやら蘇り現象って本当みたいですね。あと、取材拒否している人の何割かは、何かさっきのように脅されてる人もいるようですね。何なんすかね。やっぱ宇宙人。佐伯くん。佐伯くん、なぜここに。まさか。そうか。よみがえりの噂だよ。
娘は家には戻ってはいないが、どこかで蘇っているのじゃないかと。もしかしたらね、君のところに…いや、失礼した。なんだ、迷わないとこんなに早く着くじゃないですか、先輩。こんにちは、お待ちしてました。蘇ってまず驚いたのが、私ぐらいの年の女子学生のスカートがびっくりするほど短かったことですね。あれが学校の制服なんて、あんな短いスカートじゃまるでキャバレーのホステスですよ。それとやたら髪の毛を染めている人が多いこと。そりゃ私の頃だって染めてる人はいましたけど、よっぽど不良の人ぐらいでしたから。それに髪の茶色い小学生を見た時は、あの子たちの親は一体何考えてるのって。この国はどうなっちゃったんだろうって思いましたね。そうそう、未来ってくらいだから、ガラスチューブのハイウェイの中をレアカーが走っていると思った。あんたって子は姉ちゃんをバカにするの。でも熊蔵って今ネットでの悪い噂でも有名ですよね。いや、内部の人間が暴露するケースも多いから、意外とバカに。そんなことはないです、うちの会社に限って。大きな声を出して、すいません。いや、これもネットで見た話なんですけどね、例の蘇りの人たち用のサイトで、
あれ、忘れ物ですか？それ、ちょっとニュアンスが違いますね。悪ガキというよりは、友達の悪い誘いを断れない弱虫な子だったんです。僕、今でこそこんな図体ですけど、子供の頃は小さくていじめられっ子だったんです。友達に無理強いされて悪いことをしでかした時、よく姉には叱られました。迷惑をかけた家の大人たちが怒鳴り込んできた時、かばってくれたのも姉なんですけどね。でも姉が亡くなるちょっと前に起こった出来事は、僕にもう悪いことはやめようと決心させましたね。しないで。その時の姉はすでに力も弱くなっていて、叩かれている間も少しも痛くなかったんですよ。僕はそれが悲しかった。そんなことがあった年の春、姉はこの世を去りました。だんだん悪いことに慣れっこになっていく自分と、いつも叱ってくれた姉の存在が日々小さくなっていく。僕は姉にもう一度叱ってもらいたかったんでしょうね。
先輩、あの、話を合わせてくださいね。まあ、それはおいおいに。あと、怒らないでくださいね。まあ、それもおいおい。嬉しいわ。天草さん、愛してる。まだ日は高いけど、もう仕事引けなの？ああ、まあね。新聞社って、本当に時間が不定期なのね。大変なお仕事ね。こちらが、カメラマン兼助手の佐伯さん。こいつ、いつも調子がいいんだから。よろしくね。しょっちゅう飲みますよね。馬刺しのいいのも入ってるわ。アサギちゃんの弟さんがよみがえりらしいんです。それがね、僕が新聞社だって分かったら口が固くなっちゃって、何かきっかけがないと自然な取材は難しいですよ。謝りますから、もう勘弁してくださいよ。確か MH 協会。あれ、あそこの隅にいる男、見覚えがあるような。今の人は？ああ、私の弟のマサルがお世話になった人の息子さんよ。あら、さすが新聞社の人ね。好きなんですか？あの人のお母さんには世話になったけど、あの人はただのお客さん。なんだか無理して威張ってるところがあるのよね。酔っ払うとよく泣くし。泣き虫は嫌い？ううん、好きよ。よかった、僕もよく泣くの。あなたは新聞社のエリート社員で、帝都大学出身で、でもえばってなくてお腹がぽよぽよしてて泣き虫だから好きよ。でも僕
嘘つきなんだよ。あら、嘘つきも好きよ。私も嘘つきだし、愛してるわ。記者さん、今日も取材？どうぞ。おかえり、母さん、リナ。どうぞ。じゃあ私、図書館で勉強してくるから。ごゆっくり。落ち着きがのうて。いえいえ、でもおばあちゃんに優しいいい娘さんですよね。私には過ぎた娘なんですよ。以前はよく世話を焼いてくれまして、子供の時からそうなんです。私がタバコを加えると素早く灰皿を出してきましてね、親バカだと思われるでしょうが。記者さん、図書館、蔵書整理で休館だったの。別に、そういうわけじゃなくて、私が勝手にやってるだけだし。
せっかい。それに見当違いも甚だしいわ。遺体を見つけたショック、とんでもない。ほっとしたわ、これで解放されるって。何してんすか。目隠ししなくていいわよ。見てほしいの。分かってないみたいだけど、父はね、ひどい人間なの。ほら、父がやったのよ。父が酒に酔って死んだのは知ってるでしょ。当然ながらあれが初めてってわけじゃなかった。しょっちゅう酔っ払ってて、何度も何度も殴られた。父が死ぬ前の年の冬、ストーブに突き飛ばされたの。救急車で運ばれて、お酒が切れたら真っ青になって、何度も何度も平謝り。でもひどい火傷の跡残っちゃった。それを見て次の日にはもう叫びたり。今は死傷な顔してるけど、どうせすぐに元の木阿弥よ。父から聞いたわ。いろいろ動いてくれたんだってね、なすび頭のくせに。家にはいられないわ。私は殺されたのよ。理由はわからない。私は西原坂のあたりで調査をしていて。急に後ろから首に何かが。それで気を失って。わからない。西原坂で蘇るまで意識がなかったんだもの。その前しばらく誰かにつけ回されていたから、ストーカーかしら。いずれにしろ犯人の正体が不明のうちは家族に迷惑がかかる可能性があるわ。佐伯くんは迷惑？
ありがたいわ。聞き込みにもなるし。